ポップティーン TV。 はい、毎度おきにまどまみです。みんなおはようよ。えーレッキャン、はい、ストリートストレートアンドスロミー全力ストライクメニューです。みんなこんばんは、おはようございます。チャンネルです。キッチキチグラシーです。はい、はい、今日は大事な回ですね。はい、すごく本当に笑いとかでもない真剣の、私たち専属がレギュラーの子12人いるんですけど、その子の中から1人で2人を選ぶんですけど、5人なので2人余っちゃう、その2人が脱落しちゃうっていう回の方で収録をしているんですけど、いろいろ前からちょっとね、スタッフさんの方からこう聞いていたりして、まあ、事前に決めといてねみたいな感じの話をしてたんですけど、すごい迷ったし、聞いた時から結構ずっと考えてたけど、やっぱ決まらず、SNS とかも見まくってたけど、やっぱ決まらずって感じ。なんかいろいろその第一次を見てきたから、みんなの頑張りを知ってるから、なんかさ、こうすごい複雑な気持ちやん。しかも自分たちが選ぶってなるから、こう選ばなかったもんね。適当さ重大だからね、適当にできないことだから、こんな感じで撮影、はい、今日これから私たちが自分のために何を選ぶか決めようと思います。その前にこれを私が完全にグジレスを読んでるんですよ。そう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 、緊張感持てよ、緊張感持てよ。いや本当に嫌だ、決めたくないですもん。本音決めたくない。これもう踊りがさえ重みあるとダブルだ。これはトップ宣伝が受けてではなく専属モデルが来たメッセージです。まずは聞いてください。おはようございます。特勤編集長の深谷です。第2次作戦は今後専属のみんながリーダーとなって5つのチームに分かれてバトルしていきます。今後の特選でのバトルをこの中から私が選ぶなら誰だという気持ちで真剣に見続けてほしいです。みんな頼んだよ。皆さん、今回の特選は超重要です。メンバー12人にとってまさに運命の分かれ道となります。選ばれるのは10人だけ、つまり今回2人の脱落メンバーが出ます。どんな雑誌があるのかで、プライベートもたくさんあると思うんですけど、なぜ特技に入りたいのか、なぜ特技を選んだのかを聞きたいなと思っています。しばらく時間を取りますので、何を言うか考えてもらいたいと思います。専属モデルの5人にその思いを届けてください。絶叫トッキーアイスタート。私は今まで何をしても自分を出せず、たくさん悩んできました。私はトップリーグなら一番成長ができると思ったから、たくさん出しのある中からトップリーグを選びました。これからも先輩に必死で食らいついていく、先輩に必死で食らいついていけるように精一杯頑張ります。よろしくお願いします。私はみんなよりアンチと思って、短いつもりでも役に立って、僕はもっと強くして自分たちで頑張って、しっかりこの戦いで全国まで多く取るんだと決めました。Thank you.
人以上で人と初めて来た。一人一人の思いを。じゃあ池田の皆さん、あちらのスタンバイお願いします。ね、しかもなんか多分この雨がその感情移入しちゃう余計に。なんか雰囲気が余計感情移入がしちゃって。めっちゃ泣いてる。ね、危なかったわ。ほんまにやばかった。普通にやばいと。普通に泣きする。うん。やだ。心が複雑すぎてすごい自分がポップスターだったかった時期を思い出して泣きそうになる。これから選抜会議はい行きます。私は日頃のなんか、まあ、なんていうのかな、まあ、挨拶だったりとか、そういう面とか見てあったりとか。でも、その中でやっぱり中身っていうのが一番大切だと思うから、めちゃめちゃポップっぽい。はい、ということで、会議が終わったので、ね、みんな結構真剣に考えて、真剣にいっぱい話したので、まあ、決定したので、明日、みんなにね、でもまあ本当にリアルの方で真剣に考えたことだった。もう TikTok とかそんなんじゃなくて、もう結構マジで悩みました。多分みんなも同じだろうし、その発表された時からずっと考えてて、その撮影の時もその話になることが大きいぐらいすごい考えてたし、なんか誰かに合わせるとかそんなんでもなく、自分の思いの人を選べたので、では明日おやすみなさい。はい、ということで朝になりました。今日はいよいよね、発表の方ですけど、なんだろう、なんていうか、なんかいろいろ思う気持ちがあって何とも言えない感じだった。複雑で今まで雑学ってことですよね。だってさ、今日のロケがあると思ってさ、朝早く起きてさ、ヘアメイクもしてさ、やったりもでさ、その脱落にしちゃうさ、リベの子はさ、頑張っておしゃれしてきてるからさ、この発表での、良さがなくなるわけですよね。はい、ということで、それでは専属モデル5人が2人ずつ選んだメンバーを発表していきます。ジャン・エナハン1人目、アヤミン。マリクマ。レイコヨハン1人目、レアパピー。夜10時、国選放送中です。みんな、見てね。